危ない。いや、イカスミもあるよ、これ多分イカスミ、スミ袋もさ出てきちゃう。これを、そうじゃない、こっちの刃先でスーってやってください。キモい、キモい。刺さないでよ、バカなこと。はい、みんな取れました。こんな感じです。ベロの先に一応ここから引く。うわーすごっ。何なの？これを見て、これが見て、はい、これ足です、足の方です。内臓ね、これベロあるでしょ、これ炭吐くとこだった、ここ吸い込むからプシュープシューって炭吐く。これの反対側、ここをね、こう多分ここ、こう、こう切る、横に。全然危ない。じゃあ。そうそう。ああ、おい。手大丈夫？待って。こう。こうだね。OK。ほら、取れた。なんか黄色い。脳みそかな。で、これを。うわ、取れた、内臓。内臓これ、持って、持ってみ、持ってみ、これ。じゃあ、感触、感触、手の感触。シュー、これさ、あじゃないのよ。あじゃ、これ自分でできるようにならないと。いずれね。はい、これも内臓って多分使わないので。待って、卵が、卵が。卵が。ちょっと、一回洗うか、ちょっと。ちょっと待って、一回洗ってくれ。待って。一緒も洗う。内臓は使わないよね。使わないから今内臓やってんだけど、飛ばすかいっか、もうちょいやな。4、3、これ触手？これ足じゃないもんね、これなんか怖いから全部切っちゃおうか、はい、ちょっと危ない危ない、ゆっくりゆっくり。着地はいらない。そして次、口を上に向けてたって。口、うわーすげー。待って、口を、口を、うわ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 、これが噛まれるのか、これが噛まれるのか、口をね、口へ目ん玉出すんで、目ん玉、口を、目ん玉あるやん、口ってどれ？これだよね、あった。何これ？口、くちばしだ。買った、高、買った。うわぁ、口が取れた。買った。何これ怖っ。目だよね、こうだから何この白いの？これも触手。あ、触手ってこの、ここだ。これ切っちゃおう。切っちゃった。この手切れるよ。左手で、手左手で。危ないから。ほら。あ、こっち向けない。あ、うん、そうそうそう。待って、待って、待って、待って。待って、待って、シュエ。これに指入れて。こうしようか、はい。じゃじゃこう。横に、まあ、そういうことか。じゃあ目ん玉、目ん玉取るって言ってたから、じゃあちょっとパパやっていい？これ、パパわかんないから、いい？なんかこれ、え、わかんないんだけど、これ目がどこにあるの？って、目ここだもんね。待って、パパ、目、目が、パパ、パパ、目がなんか変になってる。こうか、待ってよ、やば、包丁は切れねえな、これ包丁は切れないよ。
これだよね、口って違うかな、口だよ、これ待って待って、手の手が危ない、切れた、何これ、はい、何なんこれ、わかんないけど、もう口取っちゃおう、こんにちは、あ、すいません、お疲れ様です、いや、もうこれ 目取っちゃおう、もうこれ目取るって言ってるから、取れないよ、これ、はい、違う、目ん玉、はい、目ん玉、ちょっと動画の通りにできなかったからさ、取っちゃえ、いや、こっちの目ん玉も潰れてる、あ、潰れた、目ん玉、はい、はい、はい、違う、やばい、これ目ん玉、これやっぱりわ、なんか硬いのあるよ、ここに、これなんだろう、硬った、なんか出てきそう、いやなんかこれ硬った、多分ここは食べれないだろうな、硬すぎて、切っちゃおうか、これ切っちゃう、切っちゃう、もうやばい、足だけ食べれるでしょ、そうだね、足だけでいいよな、もうな、これいいじゃない、はい、これがゲソ、これこっち置いて、こっちが頭の部分だよね、で、こっちがゲソ、ゲソ、こうやって持って、上で持ってます、こっちが頭の部分で、こっちが見えてない、ゲソ、ゲソの部分、これを2つを食べましょう、うん、ね、で、見て、内臓とか、なんか卵とか、多分食べれるかもしれないけど、今日初めてなので、僕たちね、料理の仕方もわかんないから、これは捨てましょう。卵なんか、ふかせそう。ね、これで、これの料理を始めましょう。じゃあ、置いてください。気をつけてよ。もういいぐらいだね。はい、イカ切りました。次。なんか美味しそうに見える。肉食べた、肉食べた、なんでつまみのやつすんの、シュ、美味しいから、は